はい、こんにちは、ヒカックゲームズです。今日もウィニングイレブンアプリ2018やっていきたいと思います。今日はですね、はい、金玉のパウリーノ選手の紹介していきます。で、別の動画でですね、パウリーノ増幅問題についても触れているので、もしですね、そっちの動画見ていないという方いらっしゃったら、そっちもぜひ見ていただきたいなと思っております。はい。で、今回ですね、パウリーノ選手は、そっちの動画でも話してるんですけど、今、パウリーノ選手が増幅していて、バルサ所属と甲州工大所属の、パウリーノがいるんですけど、今回ですね、甲州工大所属からですね、狙っていただくパウリーノの確定スカウトを紹介させていただこうと思っております。はい。で、能力値ですね、一応触れておきます。で、35レベージと20レベの能力値なんですけど、いいですよね。普通に高いと思います。で、やっぱりですね、全体的に能力値が高いっていうのと、コンディション安定度8っていうのがですね、かなりいいなと思ってて、コンディションも安定してるし、スキルも豊富ですと。はい。そんな感じの能力値になってます。で、総合値としては、83なので、違うか。ごめんなさい。30レベルは82なので、まあ、金玉の中では、ちょうど真ん中ぐらい、みたいなイメージで、あります。はい。で、今回ですね、確定スカウトはパターンとしては、もう一種類のみなんですけど、一つのみなんですけど、全部で、一応8種類かな、種類としては8種類ご用意しました。で、もうシンプルで、所属チーム甲州工大に、2つ目がブラジルもしくは南米で、最後が4択で、セントラルミッドフィルダー、スタミナ、ジャンプ、ヘディング、はい、これのどれかで、確定にできます。で、甲州工大には今ブラジルの選手が3人所属していて、パウリーニョ、ヒカルド・グラール、アランだったかな、はい、この3選手になるので、まず、ブラジルで 3人に絞れますと。かつ、南米の選手他にいないので、南米でもですね、ほぼブラジルと同じ、働きができます。つまり、甲州工大プラス南米で3択になりますと。なので、あとはですね、ヒカルド・グラールとアランを満たしていないものを最後に足していただければ確定にできるというようなですね、形になります。で、まあ当然なんですけど、南米プラス何かにしてもらえれば試合後報酬で全部獲得で、あ、ごめんなさい、甲州工大以外は試合後報酬で全部取れるので、ぜひですね、そっちで獲得してもらうのがいいと思います。はい。で、このスカウトなんですけど、もう一個の動画でも話しているように、バルサから狙っていただくと本当に高くつくので、バルセロナはやっぱ手に入れるの難しいんで、って考えると今のうちにですね、甲州工大、これがバグなのか本当わかんないんですけど、今のうちにですね、甲州工大経由で、狙ってもらうのが絶対安く済むと思うので、参考にしていただければいいかなと思っております。はい。ということで、今回動画は以上で終了したいと思います。はい。リクエストなどありましたら、お気軽にコメントいただければと思いますので、お待ちしております。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。